キューディーレーザー菅原さんよろしくお願いします。はい、キューディーレーザーの菅原でございます。私も元は物理研究者でフィジカルレビューなどにずっと何十本も書いていて、10年前になぜかベンチを始めてしまいました。QD レーザー、カンタムドットという半導体のナノサイズの弾をそれを使ってインターコネクト、それから光通信を使うことで始めたんですが、僕ら新しいレーザーのアプリケーションを創造すること、それを我々の目標としています。で、今日は一つの新しいプロジェクト、レティナのプロジェクションのレーザーウェア、網膜に画像を書き込む。で、それが誰を救って何を目指すか、それをお話したいと思っています。まず最初に Seeing is Believing。 これは人は見たものをちゃんともう信じるんだと、見ることが大事だという言葉ですが、私はこの言葉はどこから来ているかというと、人間が取り込む情報の 83% はサイト、目から来ている。ヒアリングであるとかスメルとかタッチとかテイストとか、そういったものは非常に小さなものだと、とても目に頼って我々は生きているということです。もう一つの言葉、ロービジョン、ほとんどの方ご存じないと思いますが、ロービジョンというのは、WHO の定義では強制眼鏡をかけても視力が 0.3 出ない方、それから 0.05 でない方を、社会的盲目と言います。こういった方々はこういった生活をしています。物を掴んで近くによって拡大してみる人と非常に孤独な作業を続けている。で、あるいは杖を使っていると歩くと時々地下鉄のホームから落ちてしまったりもすることになります。で、我々はですね、こういう方に、ある新しい方法でビジョンを与え、そういった仕事を始めています。というのは日本では150万人、アメリカでは300万人、先進国で約1000万弱、そして WHO の定義では中国、インドも入れると世界人口の 2.5 億人がロービジョン、それから数千万の方が白内障で視力を失っています。ソリューションは何か、網膜にレーザーで書き込むアイウェアです。で、これは普通のアイウェアと違います。普通のアイウェアですと液晶画面を目の前に置いて物を見るわけですから、実は見えないんですね。見ようとする努力はそもそもできない。ここまで寄って初めてちょっと字が見えるぐらい で、我々はそれを全く乗り越えてしまう。ここについたカメラとそれをつけてカメラのキャプチャーしたイメージを与えることができます。それから HDMI のインプットがあって、スマホであるとかパソコンであるとかデジタルデバイスを普通の形で読むことができます。じゃ、原理は何か、スキャンニング、レーザーをスキャンニングすることで、網膜に画像を書き込む。これがその図ですが、細いビームを、瞳孔を通して水晶体の真ん中を通して描くことで、フォーカスに関係なく物を見ることができます。我々が物を見るときというのは水晶体のレンズを使って画像を、超ピントを調整して網膜に当てることで見ますが、この形はまさにピンホールカメラ、細いビームを入れることでレンズの調整作用を全く使わずに見ることができる、かつ鮮明です。つまり目の調整作用、あるいはどこを見ているかに関わりなく常に情報を取り込むことができるデバイスです。これを我々フリーフォーカスと、これが全眼目をバイパスする貴重な言葉です。じゃあ2つ、眼疾患をご紹介します。1つは目の 前が壊れてしまった方々、1つは混濁、もう1つは屈折異常です。私ももう60歳なので、そろそろ白内障がきっと始まるんだと思ってますが、どこか曇ってしまいます。それから屈折異常、乱視、近視、遠視、あるいは遠視角膜といって目が尖ってしまう、そういう方々は網膜に正常に目を包みません。我々こういった矯正眼鏡の使いが見える方はロービジョンではなくて、多くの方は眼軸が異常になったり、角膜が腫れてしまったりして眼鏡を使っても矯正することはできません。だけどレーザーは先ほど申し上げたようにフリーフォーカスでバイパスするので網膜に直接届くことができます。例えば近視、眼鏡を外すと私もですね 0.0 いくつで眼鏡外すとも全然見えないので、海外の空港に行ってもゲートを探すことはほとんど困難です。そういう方々が眼鏡をかけて、網膜にスキャニングすると、25度の角度でくっきり映像を見ることができます。それから乱視であるとか遠水角膜、もう像が歪んでしまって見ることができます。そういう方々も、ちょっと不良ですけれども、眼鏡をかけて網膜にスキャンすると、こうやって見ることができます。この方は去年Cさんというロービジョンの傾けの展示会になった方ですが、白杖をついて、頭にサングラスをかけてお母さんに連れられて歩いています。遠水角膜の女性でしたが、自分のサングラスを外してそれよりも小さな僕らのレティッサアイウェアをかけると、こういうふうに見ることができました。来週同じ会があってお会いできることが楽しみです。からもう一つ、実は90% のロービジョンは網膜に疾患を抱えています。網膜あるいは視神経の疾患です。加齢黄斑変性といって真ん中が見えない方、それから緑内障といって神経疾患によって、真ん中しか見えなくなってしまう方、
視野が失われていきます。あるいは網膜色素変性症、糖尿病、網膜症といった野毛が始まって、襲名が始まって、眩しいし夜になって見えない、で最後は失明してしまう、そういう方がいます。でこの場合もレーザーアイアはとても大きな力を発揮します。それは前眼部をバイパスして網膜の任意の場所にレーザーで書き込むことができるからです。でこういうふうに真ん中が見えない方、それから真ん中しか見えない方も、その場所にある特定の画像処理したものを与えてあげると、その方の視力を最大化することができます。ですから、基本的には前眼部の白内障へ混濁するか屈折異常、網膜疾患、どの方にも今ある以上の視力を与えることができることが、この、技術のポイントです。例えば野毛、野毛というのは先ほどの網膜疾患に発症してしまった方は、夜になってしまうと、午後3時になると、先生私はもう帰らないと、帰れませんって言うんです。午後3時です。それくらいの暗さになっても見えないんです。で網膜症者の場合にはレーザーを普通に明るく示しますから、カメラのキャプチャーしたモードを網膜に変えてしまえば普通に見ることができます。で最近我々パラリンピックを目指している柔道選手の方をスポーツ採用で、契約しました。この方は柔道をやっていてですね、網膜が剥がれてしまって網膜剥離になってやっぱり野毛になってしまったんですが、これで練習に行くときに電柱にぶつからずに行けると言ってくださいました。彼は2020年 QD レーザーのロゴをつけてオリンピックに出ることになることを我々サポートしたいと思っています。あるいは視野矯正です。ここら辺はちょっとあまり意味がないからですけど、トンネルビジョンといって真ん中本当に狭いところは見えない方に広角のカメラで描いてあげると、こうやって視野を与えてあげられたりとか、あるいはこれは我々の最終目標ですけど、加齢黄斑変性といって真ん中の視力を失ってしまって人の顔が見えない、文字が読めない、どうしても写真になってしまってこうやって物を見るしかない人たちが、やっぱり同じように今実験始まってますけれども、端っこに物を書くことで見ることができます。でこれはまさに医療機器で、本気でメディカルデバイスがアンティファーティケーション、医療機器を取ろうとしています。日米を始まっていて、こういった前眼部をバイパスする機能を、我々は実証しようとしています。例えばこういう方、子供の頃にインターネットでした科学実験で目を焼いてしまって、12回手術をしても全く戻らない。視力が 0.028 で、社会的失明、働くことはできません。でどういう方かというと、とても健康なグッドルッキング の青年でですね、我々のスタッフが心配が見守る中で、視力をかけると視力がなんと 0.3 まで回復しました。これは働くことができる視力です。まだプロトタイプだったのが 0.3 ですけど、おそらく来月か再来月には 0.5 までいって、いよいよ彼が本当に人生を変える日が来ると思います。我々のこのデバイスというのは、こういったコンベンショナルなものに比べて、とてもオールインワンで、かつハンズフリーで使えて、楽譜を見ながら歌ったりとか、楽譜を見ながらピアノを弾いたりできる、それからもちろん体重の顔を見ることができるデバイスですが、最後に一個だけオーグメントリアリティの話をしたいと思います。あと1個しかないんですが、どこを見ても見える、網膜に書くとそうだろうなと想像していただいてます。僕ら見るときっていうのは近くを見たり遠くを見てピントを変えて見てますが、我々のアイウェアだけはどこを見ても同時にこういった画像を見ることができます。はい。でロードマップとしては、ロービジョンサポート、それからメディカルインフラと続けて、まずロービジョンの方が助かる新しいインフラを作ります。そして、AR、スマートグラス進んでいって、ロービジョンの人が自分たちが使っているデバイスが普通の人が使っているようになった、そういったプロセスをたどってこのビジネスを立ち上げていきたいと思っています。で人間の変化、進歩というのは今情報とそれから、リアルの融合、そして人間自身 のいろんな体力面、心理面のサポートを加えてどんどん進化していくんだと、我々もそれに参加したい、新しいビジョンをディファインすることを実現したいと思っています。というのが我々の事業です。どうもありがとうございました。菅原さん、ありがとうございました。盛大な拍手をお送りください。